ヘイワードはアメリカ合衆国カリフォルニア州アラメダ郡にあるし、サンフランシスコ湾東岸に位置する。人口は約12万人。ヨーロッパ系の移民が入植する以前にこの地に住んでいたのはオローニ族の人々である。オローニ族の人口は現在ではわずか500人ほどである。19世紀初頭にはメキシコ領であったが、19世紀半ばに米北戦争が起き、 アメリカの一部になった。その後、ゴールドラッシュの波に乗って東部から、ウィリアム・ヘイワードという靴職人がやってきたのだが、彼の名前が現在の市の名前の由来である。ヘイワード氏は、自ら靴を作って売る商売から初めて、ホテルを経営する事業で大成功した。ギャンブルで身を持ち崩しつつあった、メキシコ系の有力者に代わって、町の主導的存在になったのである。 1868年に大地震が起き、大きな被害を受けたが、ヘイワード市の経営は揺るがず、ヘイワードの町は農業と観光業を基盤にした町として堅実な発展を続けた。ヘイワード市は1891年に亡くなった。20世紀に入ってからは、ハント・ウェッソンフーズ社による食品化工業の発展があった。同社は現在も有力企業である。さらに、 第二次世界大戦による特殊と戦後の住宅ブームもヘイワードをさらに成長させる要因になった。ヘイワード日本庭園1950年代以降はベエリアからアジア系の人々が移り住んでくるようになった。これはヘイワードの不動産業者が意欲的にアジア系市民に家を売ったからである。当時のカリフォルニアにおける人種差別という現実の中に灯された。 巧妙であったと言われている。ありがとうございます。